今回は、9月22日のエラッタで、武力プラス2がついて大幅強化された。エクストラ超運、もてなしの時間を紹介していくよ。計略性能は、武力プラス2、速度 1.3 から4倍が、8.5 カウントで、総回復は約 45% で浄化付き。一つ一つの効果は控えめやけど、式後で、武力、速度、回復ができるようから。大型計略を軸にしたデッキの絡め、手として小出ししたり、号令コンボに優秀かな。の武力上昇値で俺たちからの挨拶代わりを受けたいから、兵力足並みはしっかり揃えたいかな。この双剣で父上の道を切り開け。敵を蹴散らすわ。勇気を力に。
進め。みんなの思いを、全ての怒りを、この一撃に託す。私を見下す気。これで終わりだ。方がよろしいか。
誰も殺させない。あなたの病にはこのお札が一番です。旗を持て、手綱を絞れ。今こそ神経の風となれ。少し酔いを覚ました方がよろしいか。少し酔いを覚ました方がよろしいか。ご視聴ありがとうございました。速度と兵力が上がるから、ライン上げや引きの性能が高いし、当園ヤブシンのような式や味取りが重いデッキに採用しても面白そうに感じたよ。